皆さん今日はありがとうございます。みんなボーイズのコピーバンドです。最後は楽しんでください。よろしく。Yeah.
こうやって舞台に戻ってこれでよかったです。今年ダメだった人たち、後輩たちは来年ももちろんございますから、諦めずに続ければ、こうやって夢が叶うことが来ると思います。みんなが大人になって離れ離れになって会えない時が来たとしても大丈夫です。チャイナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。夢で会えたぜ。